情念つかさチャンネルニュースの虎川ガオーはい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ウクライナ情勢最新アップデートということなんですが、まあ、東部戦線でね、大攻勢、えー、始まったと。 まあ、渡辺元陸将ね、一昨日今、あの、出演していただきましたけれども、え2月に始まる大降雪い,いつやってんだって、今なんです、みたいなね。今でしょう、みたいな話をしていただいたんですが、早くもですねえ、ロシア軍大敗北の予感ということで、もうこれ公開情報です。もう皆さんお分かりですよね。ニュースウィークにこんな記事が出てました。ロシア軍また大敗北、精鋭部隊含む一個旅団5000人失うということで、え、え、そうだね、さ、桁合ってるかな。精鋭部隊含む一個旅団、うん、5000人、5、1、2、3、ね、0、3、 5000人失うというすげえ記事が出ています、これ、昨日の記事です、はいえー、これによるとですね、1月末にロシア軍がまた大規模敗戦を喫したようだと、実は1月末にもう敗北してたみたいな話ですね、大攻勢、始まった瞬間に大敗北みたいな感じですけれども、えー、死者の中にはですね、ロシアの西部隊、第155、えー、海軍歩兵旅団の兵士が多く含まれていたというと。これあのまさに、えー あの、渡辺さんが言ってたやつね。で、1個旅団どころか2個旅団やられたんじゃねえかみたいな、ね。まあ、場合によっては4個って話もあるんですけれども、えー、すごいですね,でね。これ曰くですね、ウクライナ軍は1月末、5000人以上の兵士からなるロシア軍の1個旅団をほぼ壊滅させたとウクライナ軍の報道官が明らかにした。えー、ウクライナ東部ドネツク州、えー、ブフレダールというところですね。はい、ここにあるウクライナ側拠点を攻めようとしたロシア軍の、えー、部隊をですね、ウクライナ軍が殺傷もしくは捕虜にしたということで、えー、この地区のですね、えー、合同プレスセンター オレクシー・ドミトラシフスキーさんによるとですねロシアが1月末に攻めてきた際にウクライナ軍が反撃し旅団の指揮官を含む数千人のロシア軍兵士を死に追いやったまたロシア軍はウクライナの攻撃によって36両の戦車を含む130の軍装備を失ったというふうに言ってたそうですで、えー、とアメリカのですねポリティコというニュースサイトもですね同じニュースを伝えているとで壊滅したのがやっぱりロシアの正部隊のですね第155 海軍歩兵部隊だったとこれ、実は渡辺元陸将もこれだっていう風に言ってるのでもうまず、まず間違いないと思います。さらに ISW もですね、この件ね、ブフレーダールでのロシアの作戦が1月末失敗したという風に言ってると。ISW いわくですね、ロシア軍はド,のドネツク州ブフレーダール近郊で攻撃の限界点に達し、戦術的な失敗を期したようだ、これによりロシア軍の攻撃作戦遂行能力に対する超国家主義者たちの信用はさらに弱まったと見られると。 えー、いう風に言ってましたで、えー、このことによってですねロシア軍はねこの地域での主導権を失ったと、えー、いう風うにしていますでなんかねあのー、このまあ えー、ウィ e クというね、あの、アメリカとかイギリスで観光されている、まあ、週刊誌によるとですね、えー、ここになんかロシアにこだわった理由っていうのはですね、えー、ここなんかロシア、あの、ウクライナ軍への補給の、えー、重要な拠点で、え、ドネツク州全体の、まあ、制圧においてもですね、重要な位置に、えー、まあ、位置していると、重要なポジションを、まあ、占めているということだそうです。まあ、とはいえですね、えー、渡辺元陸将がおっしゃってる通りですね、この記事にもね、あの、同じ失敗を繰り返しているということが、あの、指摘されております。えー、ISW WW の、ね、レポートでねロシアの軍事ブロガーが、えー、ウクライナ軍はブフレダール近郊で盗撮が取れていないロシア気候部隊の車列を、えー、撃退したとネット上で拡散した、えー、映像を見る限りロシア側は攻撃の限界点に達したと見られると、えー、さらに、えー、ロシアの軍事ブロガーたちはこの画像映像に飛びつきウクライナの戦争では何度も同じミスを繰り返す、えー、悪壁がはびこっているとして、えー、ロシア軍司令部を批判と、えー、某、えー、有名軍事ブロガー多分これあの えー、ガーギンだと思うんですけどね。ガーギンもしくはギルギンのことだと思うんですけどね。はい。えー、このような事例は、えー、ロシア軍には、えー、ドネツク州全体での、えー、攻撃作戦を実施する力はないことを示すと、今、国標ですね。 かなりの国標をしていると、えー、いうことでございます。で、えー、これに関連してですね、CNN もですね、昨日こんな記事、えー、出してます。まるで射撃場の七面鳥ドネツク州の激戦地で大損害をこむるロシア軍、今後の攻勢に向け暗雲もと、と、えー、いうことです。まあこれね、冒頭こんな風に書いてあるんですよ。現場は大混乱に陥っている。戦車は強引に向きを変えた後で爆発するか、一直線に地雷原に突っ込んでいく。兵士たちが使用者八方に走り回り、中には火がついたまま走る者もいる。 戦車に轢かれた死体も見えている、えー、複数のロシア軍事ブロガーがこの惨状を失敗、さらにはそれを上回る言葉で形容したと、えー、いうことです。これまさにこのブフデタールの戦いのあの画像を見てまあ、言ってるんです。けれども、これかなりのちょっとダメージだったかもしれませんね。はいで一応ロシア国防省がですね。話がね。この cnn の方の記事が書いてあるのはちょっとここ読みますと、ロシア国防省はブレダールの攻撃について、計画通りに進んでいると、<laughs> あれ計画これ計画通りだったのか？ そうなのか。計画通りに進んでいると主張、えー。プーチン大統領は12月のテレビ放送のために記録、えー、のために記録した演説の中で、攻撃を、えー、主に担う第155海軍歩兵旅団の働きを称賛したすもん、いや、もうそれ全滅してねえから、プーチン。 プーチンごめんよ。それもう全滅してねえんだよみたいなね。まあそんな話ですね。で、これ実はですね、あのー、渡辺さんもま言ってたことなんですけど、あおそらくですねあの、ロシア軍はね、まあ悪い意味でこのシビリアンコントロールが効きすぎている軍隊ですので、あの3月までにですね、ドネツク州とルハンシク州、完全占領しろというですね、まあ無茶な命令が出たんだと思うんです。まあこれ、あの、渡辺陸将もおっしゃってましたね。で、この無茶な命令が出るとですね、どんなに犠牲を払ってもやるんですよね。 装甲騎兵ボトムズ核薬たる異端のね、あの、DVD 第1巻の冒頭シーンですよ。ね。これより突撃体制に入る。ね。損害に関わらず前進しろ、みたいなね。お前らギルガメス軍か、みたいな。ま、あこれちょっと分かる人しか分かんないと思うんですけど、ね。ギルガメス軍かメルキア軍か、みたいな。まあ、そういうですね、もう無茶苦茶な命令が出ていて、で、あの、おそらく、そのもうモテるリソース全部突っ込んでね。 本来だったらその大体戦術軍ってことでさ砲兵とかね気部隊とか組み合わせてね航空支援とか組み合わせて、まあ、その前進する作戦やらなきゃいけないのにもうそんな関係なくもう手持ちのリソースもう砲兵の訓練を受けたやつももう鉄砲持って突っ込めみたいな感じでボコボコ生かされてるんじゃないかなとまあボトムズで例えるとね三叉攻略戦ね、まあ、レッドショルダーの8割が死んだと言われているあの三叉攻略戦ですけれどもあれに近いような展開なのかなと。 まあ、あの、でも、三差は、あれ、最終的にね、えー、ギリガメス側が勝利しましたけれども、まあ、今回はガダルカナルになる可能性があるということですね。ちなみに、あの、昨日はですね、あの、おとといか、渡辺陸将とね、動画撮り終わった後、ちょっとお話ししたんですけど、これまさにあの、まあ、えー、ガダルカナル的なね、場所になりそうだっていうことは、あの、渡辺さんもあの、それあるね、というふうにあの、言ってました。はい。で、さらにですね、 えー、この件はですね、その、まあ、ロシア側のね、まあいろんな軍事ブロガーから批判されてるんですけど、この CNN の記事によるとですね、えー、トム・クーパーさんというね、えー、軍事鹿の方がですね、えー、こんな風にあの、あの、コメントされてたそうです。何もない、えー、平らな、えー、砂漠の真ん中に立つ、えー、巨大で高くそびえ立つ要塞、ね、えー、このね、ブレーダウン戦闘ね。で、そこにですね、正面から突っ込むんですアホだと。 え、ような意見が出ていると。で、ロシア軍は3ヶ月にわたりブフレダールだ、えー、略奪、えー、ダッシュを試みている。これが成功すれば、ウクライナ軍は多くの鉄道を遮断するのが難しくなると。この鉄道はドス、ドネツク州とロシアの占領下のクリミア半島と繋がっていると。え、クーパー氏によればですね、ロシア軍はブフレダール周辺に兵士2万人、主力戦車90両、え、捕100門などを投入と。しかし、1月の最終週に始まった攻撃は、致命的な失敗に見舞われていると、やっぱりこのクーパーさんも指摘しているそうです。えー相当狭え 進むロシア軍はですねブレーダールの高い建物、えー、に陣取るウクライナ軍の視界に入ると、えー、同軍の砲撃は前進するロシア軍部隊に大変損害をもたらすだけでなく後方からの戦力の供給や退却ルートに対しても打撃を加えるということでもうこれはもう勝てねえなと思うんですがでも今でもね今度30万人動員してねここに、まあえー、突入してくるということなんで、まあ、これどうするんだろうということですねまあ弾がなくなるのを待ってるのかなというのもありますけどね。 はい。でなんかねこのブフレダールというところはねあの炭鉱の町だそうです。 はい、もともとね。で、あの、まあ、あの、鉄道の、まあ、結節点で、まあ、そういう意味でいうターミナルみたいなところにあって、で、その N15 高速道路というのがですね、まあ、重要な補給路らしいんですけれども、えー、ここへのね、えー、北上を、まあ、ロシア軍は考えていると。で、大規模な偵察部隊を送り込んで、ウクライナの陣地を探っているけれども、え、ウクライナ軍はですね、街の高台からロシア軍の戦線を見渡すことができて、えー、まあ、これをですね、上からボンボンボン打ボンって撃退していると、えー、いうことでございます。はい、ということで、もう公開情報でもここまで出てますよね。 あとね、CNN の記事なんですけれども、これはあ一昨日の記事なんですけどね、ウクライナ軍の報道官の話として、東部に記録的な数の砲撃が続いているということです。とはいえ、ですねロシア軍はかなり消耗しているということも同時に述べています。一応ね、ディテールを言うと、ですねリマンと、それからルハンシク、東部ドネツク州リマンとルハンスク方面への砲撃ね、直近24時間であ一昨日の段階ですけれども、424回、戦闘は23件に上ったと。 報道官によるとですね、前線のうちリマン南部に位置する要衝バフムトね、引き続き主な標的になっていると。各所ロケット砲による攻撃が167回、部隊の衝突が41件、えー、ロシア軍が失った兵士は210人、負傷者は315人に達したと、えー、いうことです。まあ c n n はでも、あの、裏は取れてませんと言ってます、えー。バフムト自体はですね、48回の攻撃と19件の衝突があったということなんですが、この件についてね、一応あの、まあプロにですね、 あの監修ね、研、はい、修じゃなくて監修を依頼したところですね、えー、バフムト北方のです、ね、クラスナホラーというところね、こちらね、残念ながらロシア軍に突破されてしまったそうです、ところがですね、ここでも同じなんですね、ウクライナ軍、高台に引いてです、ね、入ってきてロシア軍、上からポコに売ってるらしいんですよ、で歩兵突撃を、まあ、ここにね、えー、観光している、えー、このロシア軍はですね、またものすごい数の、えー、損害をね、出していると。 えーいうことですのでもうほとんどあれですね「ワールド・ウォー・ゼット」みたいな感じですね、えー、ブラッド・ピットさん主演のねあの映画見ましたゾンビがうわーって言ってね えー、あの、イスラエルの高い壁ももう、ゾンビが自分でこうね、階段作って越えてくるみたいな。<laughs> もうそんな感じですよ。なんか昔インド映画にね、そんなんかわけわかんないゾンビ映画ありましたけれども、まあ、そのノリでですね、ものすごい勢いで今、まあ、攻めてきていると、えー、いうことでございます。えー、さらにですね、これ、あの、えー、日経新聞が伝えてるんですけれども、やっぱりね、あの、ウクライナ側にもやっぱ損害が出ていると、えー、いうことで、あのー、えー、っとね、 えー、12日の戦闘かな ?12 日の戦闘ではですね、ウクライナ側も250人の方がやっぱ亡くなったというニュースがですね、日経新聞に出てますね。はい。まあ、あの、キルレシオといってですね、まあ、ウクライナ兵1に対してロシア兵何人やれるかというのでは、圧倒的にウクライナ勝ってるんですけど、それでもね、ゼロじゃないんですよ。0対100だった とかだったらいいんですけど、やっぱりね、1対10とかね、1対20でもやっぱ1は失われてしまうわけですから、そうするとロシア側をほらもう大量に突入させて、ね、ウクライナも数少ないからね、これを削っていこうっていうのがもう目に見えてますので、まあそんな悲惨なね、戦いがまあ今繰り広げられているということでございます。まあロシアではですね、本格的にですね、あの、プリゴジンのね、あの、ワグネルがね、もうあの、ちょっと囚人をリクルートするのできなくなったんで、ロシアの国防省が、えー、そういうね、 え、懲罰部隊の編成に入ったのではないかといった情報も詳しく出ていますが、まあ、あの詳しい話はですね、実は今日はヤイスイブニングラボのメールマガに書きましたんで、ご関心ある方はそちらをお読みいただけるといいかなというふうに思っております。ということで、公開情報をまとめてみましたが、ロシア軍ね、多大なる損失を出しながら、一応、じわじわと前進しているということでございます。まあ、重心防御でですね、下がりながら出血をしているということでね、ウクライナ軍、なんとか5月まで耐え忍んでほしいなと、ウクライナに栄光あれということで、頑張ってほしいなと思っております。 開かれた社会を守るためにね、ウクライナの兵隊の皆さんの活躍、本当に頭の下がる思いでございます。私、応援してますんで、頑張ってください。ということで、今日の内容、えー、面白いなと思った人ね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。えー、最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー